いきます、3、2。いや、なんかそのさ、当たり前かのような流れでさ、いつも通り挨拶してくれればいいんでみたいなさ、できねえよそんなこと。なんでこの熱いとこまで呼び出して。怒られちゃった。で、何？あ、オープニングの挨拶してください。あ、挨拶？挨拶。どうも、マックスです。元カノの家が半径 500m 以内にあります。はい。本日は何やら大きな企画が動き出すということで、はいはい、今日何なんですか？今日何なの？はい。何なの？何なの？何なの？聞いてないですか？聞いてますね。以前からもうコロナの前でしたっけ？そうですね。始まる前からもう企画させていただいてたんですけど、うん、まあ、早食い大食いの大会を侍でやりたいという話を何度もしていて、うん、で今回ですね、やっと開催が決まり、まあ、その今回は早食いなんですけど、うん、はい、まあ、タイトルがガオーというタイトルです。ガオー、ガオーです。ガオー、はい、食うやつのキングを決めようってことですか？そうです。おー、我々が憧れてた舞台がついに整ったと。整ったんですよ。あー、なるほど。今ちょっとね、時期的に、うん、まあ、まだ、ね、世の中がこういう時期にもかかわらず集まっていただいたので、大前提として、はい、ソーシャルディスタンスですとか3密ですとかっていうのはもう完全に、もちろんです、はい、あの大会の細かい説明とかは、まあ、うん、後で後々入れるとして、うん、まずはせっかく集まっていただいた方々を紹介する前にですね、うん、ずっと気になってたんですけど、大会にマック鈴木さんは出られるんですか？もちろん出ますよね、はい。どっちかっていうと正直僕今回そのなんていうんですか、はい、侍側というよりもあの選手の一人なので、僕内容とかもぶっちゃけ知らないんですよ。ってことですよね。じゃあちょっとあの邪魔なんで一回抜いてもらっていいですか？元からないって。せっかく集まっていただいて皆さんのことを紹介しましょうか。じゃあ、はい、皆さん入ってください。お願いします。はい、ということでこちらの方々に集まっていただきました。まあ、まさかの1画面に映らないっていう謎の画面なんですけれども、選手のご紹介の方、マックスさんの方から。ガオ第1回ですね、記念すべき。全国各地から、はい、早食い、大食い集まっていただいたので、うん、僭越ながらご紹介させていただきます。隣からですかね、まずは、はい、あ、私からですか？はい、ちょっとこちら来ていただいて、はい、画面の前の皆様に一応自己紹介お願いします。あ、はい、皆様はじめまして、エビマルと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。僕ちょっとだけ一つだけ質問していいですか？もちろんです。この大会なんで出られようと思った？私今そのマックスさんのモデレーターをやらさせていただいてて、一番はそのマックスさんって私の中ですごい憧れの存在なんですよ。でそのマックスさんが出られる企画に呼んでいただけたら、もうそれは出るしかないなと思って。なるほど。っていうのがこのハゲが憧れなんでしょう。いや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 、ごめんね、はっきり言っていい、俺タイプなんだわ。怒られる、怒られる、はい、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあこちらに来ていただいて、はい、やってまいりました、はい、僕がエビマヨさんと同じぐらいタイプな方でございます。自己紹介。誰でもタイプじゃねえか。はじめまして、わさこです。よろしくお願いします。僕の知る限りではちょっとわさこさんって早食いってイメージが僕ないんですよ。その踏まえてそのなんかどういう感じなのかなっていうのモチベーションというか。そうですね、早食いじゃないんですけど、一般人のスピードで早食いの人に挑んだらどうなるかっていうことをみんなに知ってもらいたい。長丁場になると思うんですけど、よろしくお願いします。じゃあお次の方お願いします。お次の方、お次の方。もうこれも僕の流れ組む必要ないね。好きにやってください。好きにやってください。もいや、昨日連絡来て来ました。そうなんですよ。まず自己紹介。そうそう、カヨネです。カヨネさんはですね、あのサムライの動画だとあのもんじゃの動画でご出演いただいた、うん、それ以来ですね。ですね、それ以来ですね。いや、大変失礼いたしました。それ以来です。カヨって早食いってどうなの？興味はあった、前々から興味はあった、うん、けどやったことはない。そんなガチでこんなやったことはない。あ、多分、うん、今日これ本当に嘘偽りなく俺の知る限り多分日本トップの争い見れると思う。だからそこでちょっともしかしたらね、目覚めちゃうかもしれない、はい、ね、初代ガオがもしくは女王になるかもしれないですね、うん、お楽しみいただけますんで、はい、急ではございますが、アルダモソンともよろしくお願いします。ゆるくいきます。ゆるくいきます。はい、はじめまして、キヨと言います。キヨさん、ちなみにすみません、あのキヨさんって早芸歴何年ぐらいなんですか？真面目にやり始めてからはせいぜい1、2年ぐらい。真似してやってたことはあるんですけど、それも本当にフードバトルクラブが流行ってた頃ぐらいにちょっとやったぐらいで。ってことはかなり昔からファンってことですね。ファンでありプレイヤーであると。これ多分、うん、後々こう撮っていく間に出てくると思うんですけど、歴多分相当長い人じゃないですか、うん、今日いる中で多分視聴者分かってると思うんですけど、こいつになきゃ負けたくないって人もしあったら言ってください。皆さんチェックされてると思う。ああ、なるほどですね。お前にだけは俺負けない。今はゾウさんか。おお、リアルリアル。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、失礼しまーす。ユダイングことユダと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ユダさん、ありがとうございます。ここ来ていただいて。いえ、とんでもないです。ちなみにも、はい、年齢って発表して大丈夫ですか？あ、全然、はい、大丈夫。おいくつですか？今私あの6月で24になりました。あ、24歳。はい、ね、今回の大会に対する意気込みみたいなのも軽くちょっと意気込み、僕、まあ、正直
まあ、早食いでこんなすごいもう本当に日本一の争えるレベルの人たちがいっぱい来てるんで、どこまで通用するかわかんないんですけど、たまになんかめちゃくちゃ早い時あるんで、正直それがちょっとハマったらいいとこもしかしたらいけるのかなみたいな感じでいます。だからもちろん勝つつもりで来てます。ちょっと小声でいいんで、はい、後で取ると思うんですけど、お前にだけマジで負けないって人いたら、これはガチのね言えなかったらなしでもいいです。いや、エビマヨです、エビマヨ。僕、だってサノッチさんのなんか牛丼大会でなんか3秒ぐらいに負けたんですよ。そういうこと、これ絶対勝ったと思って、なんか3秒ぐらいなんか後からなんか出て、なるほど、そういう因縁もあるんですね、クソみたいな。じゃあもし当たったら楽しみだなと。楽しみですね。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、あの自己紹介を、はい、はじめまして、安藤チャンネルでリーダーやらせてもらって安藤と申します。よろしくお願いします。安藤さん、ちなみに、はい、早食い歴は何年ぐらい？僕はもう本当に数ヶ月。数ヶ月？数ヶ月も。なのにもかかわらずこの大会に出て、あの、まあ、きっかけというかこう理由は何なんですか？そろそろ全員ぶっ倒してやろうかなと。おーい。ってことは並々ならぬこだわりみたいなのがある。いや、とりあえず負けねえぞっていう気持ちはもう多分誰にも負けてないと思うんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは、自己紹介をお願いします。はじめまして、さぬきの早食い YouTube やらせてもらってます、山上です。よろしくお願いします。ご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、間違いなく、早食いっての中でも短距離、本当にもう何百グラムとか、まあ、1キロ2キロとか世界では多分日本で1、2をマジで争う、その山のてっぺんのうちの一人ですね、はい、まずその今回大会に出場しようと思ったきっかけというか、やっぱり早食いっていうのが大会的に少ないんで、はい、そのきっかけを作ってもらえたのが嬉しくて、はい、参加させてもらう、やってやろうと思って。負けたくない相手っています？負けたくお前には負けたくないよっていう。あ、やっぱマックスさん。お、あら、いや恐縮すぎるな。あれ超嬉しい。マジですか？やっぱり。ありがとうございます。ちなみにね、個人的な主観で物事の話いいですか？もちろんです。神山さんのことどう思ってます？あ、さん、それ聞いちゃいますこの場で。いや、すごい人だと。初盤、中盤、終盤って、まあその短距離の中でもあるんですけど、その全部で速いんですよ、うんうん、総合して。総合で。なるほど、はい、じゃあ神山さんに会って自分にないものってあると思います？ずっと僕の中で課題だったんですけど、やっぱ気持ち勝ちたい、絶対に勝ちたいっていう気持ちがちょっと僕の中では弱いのかなと。それも克服してやってやろうと思ってます、うん、はい、本当にもう日本最高峰の早食いが見れると思うので、本日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はいはい、まあね、チームイっていうあの身内でもあるんですけど、まずは自己紹介をお願いします、うん、はい、はじめまして、茨城県産おにぎりという名前で、活動しております、神山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大会、オファー OK していただいた理由を教えてください。サムライさんのチャンネルはもう前からあの拝見させてもらってるんですけど、あま、まあ、前の後さんとのマックさんの対決だったりとか、うん、もうやっぱりサムライさんだったら間違いなくガチでやってくれるだろうっていうことで、うん、まあ、今回こういうオファーをいただいたので、はい、もうぜひ出たいと思って。今回は軽く補足だけ、一応僕がタケルさんの背中を追ってホットドッグ目指そうと思った時に、うん、師匠に、なってもらったのが神山さんなんですよ。ホットドッグ師匠、それは今でもあの早食いのホットドッグだけじゃなく、はい、今でも変わらない、それは。なるほど。っていう師匠でもある神山さん、今回、意気込みはどうですかね？もちろんやっぱり早食いっていうフィールドでは正直やっぱ負けられないので、まあもうマックさんのやっぱこういう立場ですから、精一杯優勝を目指して頑張りたいなと。日本を最高峰のお一人が神山さんなんで、はい、はい、楽しみにしましょう。よろしくお願いします。お願いします。お次の方。引率の人みたいな。お次の方。篠の県大食いで、まあ、やらせていただいている。いや、これ全部使います。もちろん小声で、すいません、今のカットでって言われたんですけど、全部使います。サムライそういうチャンネルなんです、はい、あの人の弱みが大好きです。篠の県でやらせてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。受けてくれた理由って何ですか？ OK をくれて。もちろんすごい企画自体に魅力的だったっていうのと、あとその参加されてるメンバーがやっぱりどの方もおっしゃってるようにとにかくすごいんですよ、うん、なのでそれに対してどこまで自分がやれるのかなっていうのをちょっと試したかったんで。本当にあの早食いとか泳ぐに対して真剣に物事を考えてる方なので、成長株だと思います僕は、うん、よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。まずはカメラの皆さんに自己紹介をお願いします。はい、ゾウさんパクパク大食いでやらせていただいております。今日は、はい、こんな豪華メンバーの中で一員としてやれることがすごい誇りに思いますので、全力で頑張っていきたいと思います。オファーを OK し終わった理由っていうのは何ですか？もうなんか最近牛丼大会というズームでサヌスさんが主催するやつで
で一回参加させてもらってなんかスイッチが入ったっていうか自分の中ですごい、はい、楽しいなと思ってもっともっと上がりたいっていうなんか気持ちにさせてくれてちょっと今回オファーを受けさせていただきました。ちなみに目標ってありますこの大会の。いやもう全力でもう優勝を目指して頑張りたいなと。この大会、もし、この回終わって2回目あったら出てくれます？絶対です。おー嬉しいですね。よかったよかったよかった。逆にこちらこそよろしくお願いします。僕ね正直言っていいですか、ちょっとね僕ねゾウさんが本当に何を考えてるか正直わからない。だからこの辺もちょっと探っていきたいなと僕個人的に思ってます。よろしくお願いします。この後ありますすみません最後になります申し訳ないです。ありがとうございます。サムライイーティング準レギュラーの佐野千田でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、はい、この大会を通じてですね、ごめんなさい、すいません申し訳ないです。本当にどうしましょう後さん、今回の大会の目標ってあります？はい、目標なんでもう今言った通りですね、もう本当この大会盛り上がればいいと思います。あそれだけです。いやでも今日、はい、あれですよね、選手ですよね。選手です。はい、そうじゃねえんだよないやもうこの笑顔言われたら何もないかなともう選手です。はい視聴者の方、まあ、知らない方にも補足するともう牛丼 の早食いのパイオニアの方ですので、まあ、とは言ってもですね、はい、もうさすがにもう2年前のことです。もうね牛丼の命綱もう切れました。はい、もう僕にはもう牛丼もうねここに牛丼って書いてあるんですけど、はい、もうそんなもう一切ないです。もう何もないです。はい、よろしくお願いします。お願いします。頑張っていきましょうということで、まあ、皆さん揃っていただいたんですけれども、実はですねまだどなた対戦相手も対戦してくれたまだ公表してない状態なんですよ。はい、早速、うん、対戦相手を決めてくじを皆さんに引いていただきたいなと。くじ引く順番どうしましょう？決まってないんで今回年功序列ということで年上順から引いていこう。はい、41歳いきます9番、はい、9番、はい、あれ個人的でいいですか、はい、俺ゾウさんとやりたい。なるほど、うん、じゃあゾウさんとやりたい鈴木さんが引くので1番。1番すいません38歳でおお2番。うわー引いていただいて9番。6番、はい、4番。4番入ってます。はい、3番。じゃあ9番。はい、7番で。おい11番。11番。12番。女性対決。皆さん、はい、ケドリです。8番です。7番だ。番でしょということで対戦相手の方が決まったということなので対戦食材の方発表していきたいと思います。食材、はい、そっか、俺勝手に牛丼だと思い込んでた多分すり込まれそう食材ですが、今回王道のカレーでいかせていきます。ちなみに グラムはグラムは400g で設定しております。一応今回それぞれによって量が違うとあれなので今回すべて既製品を購入させていただいて、はい、もう量が必ず一定になるように最終的に吉高さんにチェックいただいて出させていただきます。ちょっと身内ネタで本当申し訳ないんですけど、ガオーっていう口辺に食の食べるに王と書いてガオーなんですけど、本来であれば食うかもう食なんですよ、はい、なんですけどなんでじゃあガオーになったかっていうと、まあ、ゆうまさんの方にちょっと一回大会名をなんか決めようやって話をして、でなんか何がいいですかって聞いたらゆうまさんの方で食べるに王でガオーでよくないって言って、あそれでいいじゃんってなったんですけど、後々調べたらガって読み方がなくて、まだシンプルに侍の運営側が国語力なかったっていう。いや、はいはいはい、はい、読み方は国語辞典が決めるんじゃねえよ、そいつが決めるんだ。はい、ということでですねでは今回ちょっと早食いですのでいただきますを先に今やっていただいて、うん、はい、じゃあ温度取ってください。せーのね、せーの、いただきます。イメージと違ったかなっていうのはけど、多分くじ引き含め多分運命だと思うんで、うん、楽しみたいな。負けたくないで、まあ対戦したい相手と共通するんだけど、本音言うと
神山山神だよね。やっぱりその早食いっていうものにおいて多分日本でトップなのあの2人だとやっぱ思ってるし、だしその早食いってものに対してのモチベーションが違う人と、しのけんさんとかヨダさんとか他の出演者の方にいらっしゃってすごい真摯に向かってるって分かるんだけど、ちょっとねやっぱね山神に関してはちょっとお前笑うなよマジで集中。俺が本当に心から思う日本の一位もしくは2位だから、なんかねそのプレイスタイルっていうか彼らのそのやってることを見てて思うんだけど、なんかねやっぱエンターテインメントじゃないんだよねスポーツっていうか。実際ある程度なんかこうサノッチとか呼んでもらったあの新潟の大会とかもやってるんだけど、いろんな人と戦ってやっぱりその2人なんだ強いのって、西と東でさ。だしその彼らにはやっぱ負けられないって気持ちがあると思う。で俺もその早食いとかに関してそのエンターテインメントやる時もあるけど、基本的にはスポーツと思ってやってるから、やっぱりそういう価値観が共通する相手とやりたいし、だし正直自分より強いと思って、神山さん俺の師匠だし山上さんも超えなきゃいけない壁だと思ってるから、やっぱ弱い相手とはその意味ないし、自分より強いなって本当に心から思う人とやって勝ちたいなっていうのがあるからその2人かな。正直そのノッチさんがこの大会に対してのモチベーション、さっきねオープニング撮ってなんかおちゃらけた感じだけど、でも実際その牛丼だったりとか、俺なんならその上越に呼んでもらった大会でノッチさんにガチだってカレーで負けてんのよ。でも しかも食材カレーじゃん。まあリベンジする時来たんじゃねえかなっていうのがあるし、でもちょっと複雑なのは一回負けてるから負けられないっていうのも正直ある、立場もあるからだし、だけどやっぱ挑戦者の気持ちもある。でも仮の話負けたら悔しいじゃん、俺の場合は済まされない、これしかないから。他の人はね分かんないよ、その卑下するつもりないけど、いや負けた悔しかった、それ悪いとかいいとかじゃなくて、俺の場合は立場もあるから負けたら悔しいじゃん済まされないんだよね。いやーついにこの引きましたね。いやーはい、そうですね、一応カレーの 400g ということで、まあ、本当に超短距離になりますので、多分全選手のタイムがほとんど開かないと思うんですよね。そんなに本当にこの短いスパンの中での戦いになると思うので、まあ、その辺の難しさと、ワンチャン食べ方一つミスっただけですごい、タイムがロスされるので、まあ、そういった意味では誰にでもチャンスあるじゃないかなと思います。そんで、まあまあ、一応マックスさんということで、まあ、多分あの人覚えてないと思うんですけど、俺昔カレーで勝ってんですよね、うん、だそういった意味で多分まあ彼の中で多分違った意味のプレッシャーみたいなのが多分あると思うんですけど、その多分俺なんかに負けてらんないっていう、まあ、そこら辺をうまくつけたらいいかなと思っております。まあ、ちょっとあの今回その質問のシーンとちょっと外れてしまうかもしれないんですけど、まあ正直さっきあの皆さんで撮ったインタビューの中ではちょっと僕おちゃらけてたんですけど、正直ガチで来てまして、っていうガチ、そのガチの意味はあの僕多分選手としてはもう多分もう終わってる人間なんですよ。なのでこのメンバーの中でどれだけまだ自分が通じるのか、なんかそれを試してみたいっていう気持ちが強くて、なんでまあ負けたくないって言ったらもう全員になるんですけど、まあ本当胸を借りるつもりで頑張りたいと。そうですね、まあもちろん過去に一度勝ってるっていうのはあるんですけど、まあそんなのはもう本当に過去の話なので、相手はもうね現役最強チャンピオン、日本チャンピオンマックス鈴木ですけど、絶対勝つ気でやります。負けるつもりないです。計量します。はい、皿が579ですよね。これ579。
579からこの数字抜けですね。乗せ押したもんないですよね。口もね、口もね、ついてた。大丈夫です。スタート。何ですか。584 5g。 はい、5g。 OK です。ノーファールね。ノーファールです。 OK。 はい、2826。じゃあスプーン、スプーン、米がついてる。これ583ですよね。583、594だから1111グラム。セーフ。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。タイムが、マックスさん1799、佐野地さん2826、どちらもファールなしです。はい、はい、ということなので、第1試合目の、勝者はマックスです。おっしゃー、リベンジ。どうですか佐野地さん。いやちょっとね、攻略法を考えないと11秒ぐらいの差ついてるんでしょ。まあまあ、敗者復活で。はい、します。はい、もうちょっと痛いの出します。負けました。これ握手しない方がいいのかな。あー、じゃあコロナなんで、これにします。肘で。一つだけ、はい、2回戦以降の皆様に、はい、お米がね、結構くっついてるのがポイントと、あとはスプーンが柔らかいよね。なんか感じたことある。いや、もう全然来ないっす。そうそう、全然来ない。なるほど。で、力入れるとスプーンが曲がって。なるほど。これ持ち方とかでもちょっと変わってるかもしれない。あと意外とこれがちょっとね、コンマぐらいあれなのと、うん、あと意外と自分の口っていっぱい入るんだなと思ったから、もうちょっと手前のスパート上げにガッて入れちゃってパンでもいいのかなってちょっと思って、うん、一応今回全てのレギュレーションを平等にしたいということなので、ちょっとスプーンの変更はちょっとできない状態であれなんですけれども、まあ第2回目ぐらいからちょっといろいろ変えつつも、今回はこちらの記録ということで、はい、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。まあ、今回カレーの 400g ということなんですけど、正直カレーだと 1kg 以上のやつでしか早食いってほとんどやったことないので、ちょっとこの 400g ってのはちょっと未知数なんですけど、まあ、自分が見せらなければ、まあ、問題はないかなと思ってます。まあ、今回、まあ、ガオーをやるにあたって、まあ、出演者、演者さん見た時に、正直やっぱ負けたくない系っていうのが、まあ、ずっとライバルである山上さんで、今急成長を迎えてる宗さん、あとやっぱり身近でずっと一緒にやってきたマックスさん、この3人には正直負けてくれます。まあ、今回1回戦が安藤さんということなんですけど、正直今回、まあ、1回戦2回戦、まあ、ストレートでいけば4回ですかね。対戦相手に勝つっていうのもそうなんですけど、そのステージで全部トップのタイムで、勝ち上がってやると本当に思ってるので、本当に初代のガオの座は誰にも譲らないつもりで挑みたいと思います。ですね、対戦相手おにぎりさんということで、日本の頂点ですよね。まあ、ここに、まあ、挑戦できることっていうのが多分そうそうない機会だと思うんで、本当僕も今までこう、まあ、エンジョイ勢側としてやってきたんですけど、今回ガチで行こうと思います。まあ、もちろんみんなには負けたくないというふうに思ってるんですけど、まあ、誰をあげろって言われたらちょっと難しいところではありますね。まあ、でもユダイング君には負けません。僕のような本当に弱い相手だと思うんですけど、本当にワンチャンあるかもしれないので、僕も全力でやるんで、倒していこうと思います。頑張ります。
使わせていただきます。1326。2619。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おにぎりさん、1326、安藤さん、2619ということで、おにぎりさんの勝利です。ありがとうございます。思ったより、まあ、僕、最初スプーン短く持つって言ったんですけど、やられてましたね。緊張して普通に持っちゃって、最初はい、そういうのもあって、まあ、本当に緊張しました。うん、はい、でも本当に胸を借りれたというか、嬉しく思います。そうですね、まあ、最初のコンタクト寿司は結構自分的にはいい感じに入れたので、うん、次も頑張りたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。相手は、めちゃくちゃ実力があるってのは分かってるんで、山上さんはいろいろ動画だったり、まあいろいろな、ね、まだ直接対決はしたことないですけど、本格的なけど、まあ、実力はもうめちゃくちゃすごい人って分かってるんで、もう、まあ、本当にあと数秒の差で牛丼だったりも負けてるんで、今回このカレーで勝ちたいですね、と思います。やっぱり、まあ、おにぎりさん、山上さん、キヨさんもそうなんですけど、やっぱり一番は、ずっと追いかけてるマック鈴木さんに絶対負けたくないと思ってます。まあ西の神と言われてる山上さんなんですけど、いやもうそこを超えたいですね。まあどこで当たっても、まあ、みんなには勝つつもりなんですけど、まずはもう山上さんに当たってよかったなって一回戦で、思ってます。そこでもう一回戦からもうね、勝ってもうトントンと決勝まで行きたいなと思って全力で頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。一回戦目からゾウさん頑張るしかない相手なんで、でカレーが 400g っていうので超短距離、1キロないんで、1キロあたりだともしかしたら競るかもなとは思ってるんですけど、400だったらいけるんじゃないかと思ってます。やっぱり今日本トップの神山さん、マックスさんですね、この2人に負けたくないっていうのはあります。僕の方が少しだけ早食いに関しては歴が長いのかなと思うんですけど、もうここほんの数ヶ月ですごい勢いで成長しているゾウさんなんで、この辺で一回まだ僕が上なんだぞっていうのを見せておきたいなと思います。
1676です。一回計量します。583のさらに6回念のため確認します。608マイナス8すると、はい、見せてもらっていいですか。25ということで、お二人ともお疲れ様でした。1回目、ゾウさんが1679、山狩さんが1386だったんですけど、あのファウルによって1886になったので、今回はゾウさんの勝ちということでございます。はい、ありがとうございます。で、実際ちょっといろいろ思うところあると思うんですけれども、ちょっと気持ちを聞かせていただけると嬉しいです。やっぱり最後ちょっと入らなくなってて、でも、もう一スプーンいけば多分ファウルじゃなかったんだろうなと、焦って落ちてしまったっていうのがありました。まあ、そのですね、ファウルだったことで5秒追加で自分の、まあ、上がれるんですけど、自分は勝ったって思ってないです。勝ったと思ってないんで、自分の多分負けです、これは。自分的には負けだと思ってます。なんで、山上さん、覇者復活戦で絶対上がって来られるとは絶対思ってるんで、自分も決勝でまた山上さんとやりたいなっていう気持ちがめちゃくちゃ強いんで、また決勝で会いたいです。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。握手できないんで、これで終わると肘で握手が終わりますので、ありがとうございます。まあ、まず食材がカレーで、対戦相手が、まあ、ユダイング君ということで、ユダイング君とはその直接早食いの対決したことはないんですけども、まあ、ネットで、まあ、Zoom 会議の牛丼早食い対決をしたときに、まあ、題材がキング牛丼だったんですね、その時は。その時は1分ぐらい、まあ、僕の方がちょっと遅くて、多分その早食いにおいては、まあ、ユダ君の方が実力は上、その牛丼において。で、ユダ君自身もそれは思っているとは思うんですけど、まあ、今回カレー、しかもその時よりも重量はまあ、ちょっと低かったり、まあ、それ早食いは結構その日ごとにもあのコンディションによっても変わったりするんで、まあ、必ずしも以前の結果が今回は、まあ、影響されるってことは少ないと思ってて、そうですね、まあ、この人だけには負けたくないっていうその質問の真意とはまあちょっと それるかもしれないんですけども、まあ、結構自分自身に負けたくないって思ってまして、まあ、その早食い今までやってきた中でどうしてもその綺麗に食べようとか、まあ、そういう風なことに思考が一がきちで、まあ、全然その自身の中で全力は出したといっても心の底から全力っていうのは出せてなかったと思うんです、ね、そこの壁を打ち破れるかどうかっていうのが、まあ、今回一番の点かなっていうふうに思ってます。その上でもう出た結果に対しては僕は何も思いませんし、まあ、それでまあ勝てるというふうにも思っているので、自分自身壁を打ち破っていきたいと思います。いや、まあ前回の早食い大会の時はまだちょっと自分をここで抑えるのがあれがあったんで、まあ、今回それはもう全部取っ払って全力で、真の全力でいきたいと思うので、まあ、ぜひよろしくお願いします。僕が勝ちます。今回食材と対戦相手が決まりましたが、それについて意気込みともお願いいたします。はい、あ、こっち、すいません。今日いるメンバーの中というか、もう今日いるメンバーとか言わず、もうこの業界の中で一番因縁のある相手っていうのが篠健くんなんですね。僕は今僕が大食いとか早食いとか、まあ、割かしやってるのも篠健くんがいたからここにいるっていうのも絶対ありますし、まあ、きっかけなんですね、彼が。僕がこれを始めた、でもちろん目標でも全然もう見えないんですけど、背中がもうすごすぎて、僕の目標でもあったんですね、篠健くんっていうのは。でも今回は早食いなんで、まあ、土俵がちょっと僕にやや
多分今回に限っては分があると思ってて、まあ、大食いではいつか追いつきたい相手ですし、もう早食いでもここでももうしっかり勝っていきたいですね。負けたくないって言ったらすみません、オープニングではエビマヨちゃんって言ったんですけど、エビマヨちゃん負けたくないというよりかは勝ちたい、いや相手ですね。もうちょっともうあの前そのとある大会で負けたので、これ以上も負けてたまるか絶対勝つぞっていうのはエビマヨちゃんで、負けたくないのはしのけんくんです。まさに1回戦で挙げます。彼に勝つことが僕の大食いでのモチベーションになっているので、勝つためにやってます。お互い全力でベストを尽くして戦いましょう。でも勝つの今回はこの早食いっていうフィールドでは僕です。はい、しのけさんのタイミングでお願いします。はい、大丈夫です。大丈夫です。押してないんで、押してないんで大丈夫です。すいません。はい、2325。そろそろやりますかね。2027、計量します。試合終わってなかった。すいません。いったん計量します。自己自己ですよね。大丈夫、全然大丈夫。待って、これあれだ、手で拾えねえか。機関車とか入ってないですよ。多分大丈夫です。はい、食べ終わった後にむせました。5何球です。605。26。それって26で済んだんだ。で、ファールが20だから、フラ6。フラ6ですね。セカンド、はい。お疲れ様でした。じゃあ、まずタイムの方から。しのけんさんが2325。で、ゆださんが、2027だったんですけど、ファールによって6g、長官により、2627。ということなので、今回しのけんさんの勝利ということでやらせていただきたいと思います。ちょっと力入りすぎましたね。いや、もう切り替えるしかないと思うんで、はい、まだ終わったわけじゃないですから、敗者でまた上がるつもりです。上がります。一応今回勝利ということなんですけど、ファールじゃなかったら負けてましたし、自分の中でもちょっとまだちょっと壁を破りきれてないなという部分があったので、この2回戦これ以降でもっとなんかいけるように頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。僕この全員の出場者の大体の実力、まあ、分かってるつもりなんですけど、海外さんだったら多分勝てると思ってるんで、次僕は目線次の、もしくは、全員同じ食材で同じ食べ方でやるっていうことで、とりあえず一番狙っていこうと思ったので、今相手っていうよりは自分のマックスを出してやろうかなっていうのを思ってます。神山さんですね。神山さん、山上さん、ゾウさん、マックスさん、この4人です。それを抜ければトップ4には入れるんで、まあ1番を目指しつつトップ4には最低限入るが自分の目標ですね。ライトファンなんでよろしくお願いします。意気込み、カレーでカレーかみたいな、個人的にはなんか食べやすい食材なのかなと思って、でも早食いこんなガチでやるのはちょっともう自分との戦いかなと思います。うん、正直いなくて、いないんですよ。そう、
全員かな、全員に負けたくない。うん、いやなんかすごいもういろいろ負けませんとか言われたけど、私も負けないから1253、計量します。難しいっすね。あのめっちゃこっち緊張してる時にそんな気抜けたこと言うのはどうやっていいですか。難しいっすよね。2877。お疲れ様でした。じゃあ確認です。キヨさんが1253、かよ姉さんが2877ということなので、今回キヨさんの勝利と。はい、ありがとうございます。いやーもう経験不足ですね。もうちょっと練習してもっと上に目指したいです。僕正直カレーは一番得意な部類なんで、これで負けたらちょっとまずいな。以上、ありがとうございました。ありがとうございます。握手できないんでここでやっていきます。あ、それエアタッチ、エアタッチ、あ、エアタッチ、いや。はい、ありがとうございます。そうですね、私正直今まで早食いっていうのが佐野地さん主催の牛丼の早食いしかあんまりやったことがなくって、だからそのカレー、水分が多いイメージはあるんですけど、どう攻略していくかっていうのを今すごいシミュレーションしてますね。正直自分の実力うんぬん抜いて本音を言っちゃうと誰にも負けたくないんですよ。だからその意気込みでとりあえず負けたくないっていう一心で頑張りたいなと思います。そうですね、まあ、正直今回この大会に出てるメンバーで一番仲がいいんですよ、わさこちゃんが。普段は本当に競うとかも何もないし、本当に仲のいい友達なんですよ。だからこそ負けたくないなって思いますね。意気込みじゃないかもしれないんですけど、カレーは飲み物と言われるほど多分流動性のあるものなんですけど、ただの早食いだったらそのあんまり食べ残しとかは気にしないと思うんですけど、今回結構ガチな勝負だったのあると食べ残しが重要になってくるので、結構逆に難しい食材なのかなとか思ってます。ありがとうございます。負けたくないのはもう私は本当に早食いじゃないので皆さん比べるものじゃないんですけど、やっぱ女性には負けたくないかなっていうふうに思ってます。いつもこう一緒にご飯行ったり仲良くしてくれるから、まさか戦うとはっていう感じなんですけど、戦うからには本気でやりたいと思ってます。はい、大丈夫です。
26、8を。許しましょうか。大丈夫です。大丈夫です。計量します。お疲れ様でした。エビマヨさん2684で、まさこさんが2864なので、エビマヨさんの勝利ということで。難しいですね。こう立って自分では早く食べれた気はなるんですけど、うまく食べれてないんだなってのもあるし、でも、勝ちたい気持ちはあってやったので良かったと思います。結果的にはタイム入ります。タイムです。タイムです。 T スーパー T。 すいません。で母と娘で大丈夫ですか。いや大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。もう大丈夫です。はい、一応結果としては、まあ、勝ったことになったんですけど、自分じゃ全く納得してないし、正直も自分に負けちゃってる時点で、結果が勝っても負けてもやっぱり負けた気持ち出るんですよ。だからもうこの悔しい思い本当にもう一回したくないんで、次はもっと対策練って頑張りたいなって思います。いや、たちに、いや、新しい形で。発表させていただきます、はい。ちょっとこれ落ちちゃうんですけど、じゃあ第6位から発表させていただきます、はい。第6位カヨネーでタイムが28秒77。はい、ちょっと残念なんですけど敗者復活戦いけないんで、次も本当頑張ってください、はい。で続きまして第5位ですね、タイムからいきます。28秒64でまさこちゃんです。と次回ぜひトレーニングしてお願いします。じゃあ第4位いかせていただきます。ここから敗者復活戦入ります。28秒26で佐野さんです。おー、で続きまして第3位ですね、26秒27でゆだくんです。26秒19第2位安藤さんです。第1位が18秒86。なのでこれは1位と3位が再戦する形になるので、1位3位2位4位でもう一度カレーで戦っていただきます。1509。お疲れ様でした。お疲れ様でした。タイムを先に申し上げます。山上さん1509で、ユダさんが1761ということなので、山上さんの勝利と。まあもうちょっと早くはできたんですけど、またちょっとむせそうになって落ちちゃったっていうのは言い訳なんですけど、全部まあ自力とか何もかも僕ちょっと敗者でも山上さんだって嫌だなとか正直思っちゃってて、でもいつかどうせ当たる存在なのにそれを思っちゃってた時点で負けてたのかな。上を目指してなかったというか、目の前の勝利しか見えてなかったので、そういうとこのなんか意識の差とかが1秒2秒っていうのが変わってくるのかなって思いました。とりあえず敗者復活一回戦勝ててホッとしてるのがあるのと、ユダ君が相当攻めてるっていうところで目指してもらえてるんかなと思ってありがたいなと思いました。ありがとうございました。
1306。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、すみません、見苦しいところをお見せしまして申し訳なかったです。佐野さん5237で、安藤さん2306。はい、ここで私からちょっと重大発表の方。私、今日をもちまして正式的に、競技から、引退することを、ここに、宣言します。これからはね、裏方に回って、いろいろな人たちの大食いを盛り上げるためにサポートできればと思って、今日はもうこういうことを決めてきました。はい、はい、もうやる前から決めて新潟から来ました。なので、これからは裏方から盛り上げるために、ね、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。いや、なんかもういや、分かりましたね。なんかどう喋ろうけど、僕も分かります。ですよね。 まず勝てたことは本当に良かったと思ってます。まあ、タイムもちょっとは縮まったかなっていう感じで、まだ次も頑張ろうと思います。はい、お疲れ様でした。どうした、決めてたんですか。決めてました。もうこういったね、そのまあもちろん個人的にはやったりも多分これからもしていくんですけれど、まあ、こういったものに関してはまたどんどん若い芽が出てくるでしょうし、そういった人たちにどんどんなんかこう後押ししたいなっていう感じで。なんでサムライイーティング、いっぱい呼んでください。はい。いっぱい呼ぶもないけど、サムライクルーでいいです。全力で見つかっていけたらな。下克上のつもりで。元で負ける気はないですけど、全力尽くすんで勝たせてもらいます。